ちょっと悪ふざけが過ぎて、いつけさんに怒られてしまいまして、何が言いたいかと言いますと、彼の名前をですね、一切SNS とか、動画で、ライブ配信とかで言ってないんですよ。ね。なんか、一応、俳優さんなので、なんか、舌打ち聞こえたら、いい加減にしてくんないっつって言われて、ちょっと最後ちゃんと、紹介をしてほしいということなので。まずさ、はい、まずね、俺は、いつけさんでも、いっけさんでもないわけじゃん。ね、でマネージャーに怒られるかもしれないよ、そんなんしてたらね。いっけさんの。いっけさんのね。いっけさん、うん、それはそう、もしそうなっちゃったら、勝手に使っちゃってるから。動画消します。はい。うん、で、ね、失礼じゃん、俺に対して。むしろ、うん、知っとるらに失礼とですね。知っとるらではなくて、ね、僕はちゃんとした名前があるわけよ。名前あるんですか、うん、じゃあ、いいですか。あ、日田信也と申します。どうも、よろしくお願いします。ようやく言えましたね、信君。やっとですね。いや、長い間僕のお遊びに付き合っていただいて。そうですね。一応、これでもね、俳優やってますんで。そうですよね。僕よりも長いですよ。確か。僕の先輩なんで。大河にも出てますし。大河にもね、ジャニーズボコボコにしたりとかしてましたよね。そうですね。はい。それに対して、ずっと、何ですか、玩具ですか、私は。玩具ではないですね。いや、でも、おもちゃなんですか。あ、玩具かもしれない。おもちゃですか。面白かった、本当、ノブ君のおかげで。平野信也さんのおかげでですね、本当に楽しい、旅ができました。面白かった。うん、めっちゃ面白かった。面白かった、うん、俺すごい笑ってなかった。あー、そうだね、うん、だったらいいか。だったらいいか。はい、そんな平野信也くんも出てる。あ、あれ、信也くんどこ行っちゃった。あ、いた。おもちゃにしてんじゃん。いやね、本当にこの慈しみ深きではすごく嫌な役だよね。そうね、知っとるら、知っとるらっつって、知っとるら、これ外人っつって、まあ、矢野部屋さん、ね、ちょっと注目、これから結構僕の YouTube に出てくれそうなので。 そ,、はい、そうだね、はい、劇団チキンハートの時から、ね、お付き合い、一緒に僕がお誘いして。そう、だから優と知り合ってもう10年そうす、ね、ぐらいになるの、うんうん、ワルボロ、ワルボロって映画のロケバスで知り合ったんですよ。そうそうそう、たまたま隣の席で、ね、席、そう変なやついるなっていうんで。はい、じゃあいつけさんではなくて日田信也さんでした。はい、ありがとうございました。お願いします。映画見に来てね。知っとるら、知っとるら。チャンネル登録お願いします。うわ、これきつい。